テレビアニメ自動販売機に生まれ変わった俺は迷宮をさまよう放送直前特番スタート。どうも皆さんこんにちは、ありがとうございます。はい、テレビアニメ自動販売機に生まれ変わった俺は迷宮をさまよう、いよいよこの後放送開始いたします、うん、はい、ということで、こちらの特番 MC 担当します天使向井です。よろしくお願いします。お願いします。ありがとうございます。さあ、それではキャストのお二人からもご挨拶いただきましょう。それでは本田さんお願いします。はい、皆さんこんばんは。あ、こんばんは、ランミス役の本土楓です。本日はよろしくお願いいたします。よろしくお願いします。さあ、そして青木さん。はい、皆さんこんばんは、ヒュールミ役の青木式です。よろしくお願いします。よろしくお願いします。ありがとうございます。まあ、直前でございますから、うん、もうね、皆さん期待しているこのアニメの内容一体どうなんだとか。数時間後ですからね。そうですよね。楽しみ、ワクワクしますよね。いやでもね、僕このお話聞いてこちらの作品、少しばかし触れさせていただきました。やっぱり驚いたのは主役が自動販売機。いや、そうですよね。これ僕未だにドッキリだと思ってやってるんですけど。本当よ。本当ですか。これすごいことですね。いや、ちょっと聞いてみたいんですけど、お二人、まあ初めてね、実は主役が自動販売機なんですよって聞いた時、うん、どんな気持ちでしたか。私は、はい、オーディションで出会ったんですけど、この作品とは、うん、やっぱでも一応アニメをこう仕事でやっていると、ちょっとやそっとじゃ驚かない風になっていたんですけど、はい、その中でも初めてあんなに驚いた感じ。いや、そうですよね。編成ってこんな無機物にもなれるんだ。というか、迷宮さまようのに自動販売機なの、どうやってさまようんだろうとか、いろんなことがありましたね、うん、びっくりしましたけど、うんうん、まずびっくりっていうのはね、大きいと思いますけども、はい、青木さんいかがでした。いや、僕もあのオーディションでこの作品と初めて出会ったんですけど、はい、もう異世界転生ものって今までたくさん出てると思うんですけど、はい、こんな無機物に転生することあるんだと思って。生き物でね、なんかモンスターとかだったら分かるんですけど、うん、はい、あ、もう生物じゃないんだと思って、そこにまず衝撃を受けて、やっぱりあとはそのさまようっていうところで同じくどうやってさまようんだろうっていう謎があったんですけど、まあ始まったらすぐ解けました。なるほど。いや、本当にだからね、もう皆さんも多分その時の感情でこれ、初見の方は見るわけじゃないですか。そうですね。これは楽しみですよね。いや、本当に。そう、だからお二人はね、展開知ってるから、はい、きっと同じところでこう思うんだろうなとか分かりながらって感じですよね。はい。いやー、どういう感じなんだろう、ちょっと楽しみなんですけれども、はい、こちらね、異世界転生もの、まあたくさんありますよ。たくさんあるけど、その中で自動販売機に転生したこの前代未聞、うん、おそらく最初で最後でしょう。そうですね。だってこの後続いたらめちゃくちゃただのパクリですからね。2万千時間すぐ。はい、さあ、ちょっとこちらの作品より楽しんでいただく、より好きになっていただくために、こちらのコーナー参りましょう。せーの、私たちもっと自動販売機のことを知りたい。ありがとうございます。イエイ。そうな、やっぱり自動販売機が主役、うん、ということなんで、うん、まず自動販売機のことを知っていただいて、うん、自動販売機を好きになってもらおうというコーナーです、うん、自動販売機を好きになるってのはちょっと面白いですね、表現が。嫌いな人はいないと思いますけどね。いや、じゃあ自動販売機のことをめちゃくちゃ好きって言えますか。そこまでではない、まあ、普通かな。そうでしょ。そう言われてみれば、好きでもないし嫌いでもないっていう、そういう位置なんです、自動販売機。あいついいやつなのに、いいやつだけだけ当たり前の存在になってしまっているかもしれない。そうでしょ、うん、実は近くにいるのが当たり前になってる、うん、これはね、もっとありがたみ知ってほしいということで、はい、今回はですね、この自動販売機のことを好きになればなるほど、うん、アニメももっと好きになるということでですね、うんうん、なんとこんな方がいるんです。こんな方紹介させていただきましょう。本日お越しいただきました、自動販売機マニアの石田健三郎さんです。おお、どうもよろしくお願いします。石田でございます。よろしくお願いします。よろしくお願いします。あ、もうかけてもよろしいですか。綺麗な方がなんかいえいえ、もうとんでもございます。ちょっと待ってください。すごい勝手なイメージで、あなた自動販売機マニアという単語の勝手なイメージで
ルックスを想像したでしょ。あ、すいません、なんかすごいおじさんが来るイメージで今日ここに来たんですけど。いや、わかります。すごいシュッとした方が出て、シュッとした方が、もうとんでもないことございます。イケメン自動販売機マニアでございますよ。自動販売機マニア、いろいろ気になりますね。ちょっとじゃあまずね、我々が推測するよりも本人に聞いていただきましょうということで、では石田さん自己紹介の方ね。あ、自己紹介ですね、はいはい。普段はですね、1階のサラリーマンとして働いてるんですけど、ちょっと趣味でですね、自動販売機の写真をこれまでだいたい1万枚ぐらい、やばい、1万枚撮ってきて、それをこう SNS とか、やばい、あるいはこういうメディアに出演させていただいて、その魅力を発信してるっていうことを、活動としてます。なんだろう、この物語のあの主人公と本当にそうですよね。なんかもうすごいリンクする部分があって、はい、私も感情移入がね、ものすごいできました。はい、来世は自動販売機な可能性があり、そうですね、あるかもしれないです。当たり前みたいに喋ってる。そうですね、あるかもしれませんね。ないんですよ、石田さん。いやいやいや、でもこんなにもうマニアで1万枚って、もう普通に考えたらもう日本全国のありとあらゆる自動販売機を写真に、そうですね、もう40だ、ただ7都道府県回ってってもおかしくないぐらい。ちょっとそこまでは行ってないんですけれども、でもそんなにあるんですね。じゃあまだまだあるってこと。日本全国に自動販売機って呼ばれてるもの、だいたい400万台あるっていう。道のり長、まだまだじゃないですか。もう全台取ろうとしてますよ。やばい、間に合えば。すごい、いや、ちょっとこれもうこの数字聞いただけでマニアっていうのはもう伝わってきたんじゃないですか。伝わりましたね。ありがとうございます。ちなみに好きになったきっかけって何なんですか。大学時代に卒業論文書いたのがきっかけ。卒業論文、自動販売機、自動販売機に関する。なんで、どうしてですか。もともとですね、私留学生の友人がおります、はいはい、で彼がその日本に来て一番驚いたことは街中に自動販売機が溢れてる姿だっていうふうに。あ、方みんないますもんね。そうですね、でちょうど卒業論文のテーマをこう考える時期だったので、じゃあこれ取り上げて調べてみようって言って調べたのがきっかけですね。調べれば調べるほどどんどん沼にはまっていく。魅力がもうどんどん出てきて、へえ、そんなになんですね。止まらないですね。止まらない。いや、どこが はまるきっかけというか。確かに、どこなんでしょうね。はい、たくさんあるんですけれども、もう一言で言うともう宝探しみたいな感覚になって。宝探し、はい、自動販売機って見た目が面白い自動販売機もありますし、売ってる中身が面白い自動販売機もありますし、で先ほど申し上げたように400万台日本全国にあるので、どこ歩いてても必ず見つかる。だから街を歩いてても本当宝探ししてるような気分、楽しめる趣味なのかなっていうふうに思ってますね。へえ、いや、これまずいですよ。これ石田さんのインタビューで特番終わりそうですよ。このままだと。ないことはめっちゃ興味ある。ね、興味ありますよね。私今日普通にも話してるんですけど、てっきり作品のこと深掘りすると思ってたんですけど、はい、この感じ自動販売機について学ぶ番組ですか。ひょっとして。完全にそうですよね。いや、そうですよ。あ、そう、そうなんだ。あ、何言ってんの。自動販売機のこと好きになったら作品のこと好きになるって言ってんだから。あ、まあ確かにそれなら。これはそうですよ。お二人は自動販売機好きになって帰ってもらうわけです。なるほど。大好きになって、ね、そう、はい、石田さんがね、おすすめの自動販売機をちょっとね教えてくれるということで、そういいですか。もちろん、はい、本日ですね、ちょっと3つほどご紹介させてあげたいなというふうに思います。じゃあまず1つ目でございますけれども、それがこちらでございます。はい、見えますか。はい、見えます、はい、東京わたあめ本舗の自動販売機という。わたあめ、わたあめでございます。なんかめっちゃ可愛いな。そうですね、これだけ見るとなんか非常に可愛らしい色ですけど。映える、はい、でこの自動販売機の特徴ですね、はいはい、ちょっと3点まとめてきましたので、はいはい、ご紹介させてあげたのと思っていて、1点目がですね、まず一番上のこの最高級の国産ザラメを使用したすっきりとした甘さと。甘ったるいわけじゃなくって感じですよね。見た目が可愛いだけじゃなくてです、ね、もちろんこの中身味にもこだわってこれがポイントの一つ、で2つ目ですね、今皆さんもおっしゃっていただいた通り、この映える見た目でございます、SNS で間違いなく映えるというところなんですけれども、この綿飴っていうのがですね、やっぱりどこか懐かしいということで、私これネオ駄菓子というふうに呼ばせていただいております。そういう名前ってわけじゃなくて石田さんが呼んでる。そうですね。あ、そう、ね、別にいいじゃないの、誰が呼んだって。すいません、ね、すいませんね、まあまあ、でも確かにね、やっぱお祭りとか縁日とか行くとやっぱ食べるイメージだし、うん、そうですね、懐かしさはありますよね、はい、最後なんですけれども、うん、これがですね、実際に売られている商品、これがこういう自動販売機なんだ。こういう自動販売機なんだ。
でこれがですね、ちょっとこの画像からだと分かりづらいんですけど、うん、実際はですね種類がめちゃくちゃ豊富、で何回来ても楽しめるということで、そうですね、パチパチレインボーって書いてますこれ。これ珍しい味なんですよ、パチパチレインボー。どういう味なんだろう。なんか正直ですけど、うんうん、わたあめって味のイメージなくないですか。なんか確かになんか、ね、とりあえず甘いみたいな、いつもの味みたいなの、うん、そうですよね、うん、自動販売機耐えられるんですね、うん、そう確かに溶けないんですね。すごい溶けないようなですね、きちんとあの温度管理がされているということでございます。ちょっとこれどうですか、うん、お二人このプレゼン聞いて、うん、ちょっとこのわたあめ食べたくなりません？食べたい。気になります。味が最高級のザラメですもんね。そう言われたら絶対に食べておきたい、うん、そうですね、味のことはちゃんと言われてたが、うんうん、食べたくなったということですよね、はい、食べたい。わかりました。なんと今回試食の方ご用意しております。お、やったー、はい、さあ見てください。いちごミルク、レモンソーダ、そして写真のパチパチレインボー3つ。すごい、パチレインボーですか。可愛い。いや、めちゃくちゃ綺麗ですね。そんな感じなんだ。見た目もやっぱり可愛いですね。そう、この入れ物もなんか、うん、あ、こんな感じなんだと思いますし。確かになんか綿飴ってこんな入れ物に入ってるイメージないですもんね。タピオカみたいです。え、本当にストロー刺さってそうな。いいですね。じゃあちょっともしよかったら本土さん、沖さん、うん、はい、好きな味を食べていただければ。本土さんぜひ。何 お選びください。どうしましょう。じゃあ、いやー、どうしよう。じゃあレモンソーダ、ちょっと服の色と似てるから、うん、かわいい。あ、いいですね、はい、じゃあ僕はもうパチパチが気になりすぎる。食べてほしい。パチパチにします、はい、これどうやって食べるんだろう。どうやって食べるんだ。これはですね、まあ、上の蓋開けていただいて、はい、ちぎってこうやって食べていただく。手で。手でなんだ、はい、わ、いいですね。待って、開けるの下手か。開けるの難易度がこれ確かに今綿飴ね、驚きが過ぎて下手がなかなか。いやいいのよ、いいのよ。なかなか剥がせない。爪が長すぎて。皆さん爪が長い。開いた。え、待ってください。なんか何ですか。綿飴だけじゃなくて謎の物体、粒粒とかが入ってる。これは何だ。上に入ってる。これ綿飴だけではなくてですね、うん、まあ、上にそのいわゆるトッピングみたいなものも乗っけてる、うん、その味の変化も楽しめる、すごい。このいっぱい入ってますからね。あ、しかもこれ成分表が完璧ですね。あ、なになに。でも筋肉オタクなんで成分表見ちゃうんですけど。成分表が完璧。脂質がゼロなんですよ。あ、炭水化物が20なんで。つまりあの筋トレのトレーニーは喜ぶやつです。なるほど。最高です。さんがおっしゃるならもうそうです、ね、はい、すごい。ゼロは最高。へ、意識の高さが倍じゃなくて成分表に行くとは。そうそうそう、美味しい。ちょっとじゃあもう行っちゃってください。ぜひ。え、ちょっと待って、すごい、パチレインボー、これでパチパチな。そうですね、これ相当な量入ってるね、うん、いただきます。ちょっと青木さんから。パチパチレインボー、おっ、パチパチするし、はい、なんかなんだろう、ほんのり酸っぱいですね。え、甘酸っぱい。そうか、言われた味の違いの部分。そうなんです。めっちゃうまい。パチパチ隣にいて聞こえましたもん、私。そこまで。ほんのりパチパチします。パチパチレインボー、うま、すごい。いや、普通に食っちゃう。今の青木さんのうまっていうのがなんかすごくリアルで美味しいんだろうな。素でした、素でした、うま、はい、そして。私もやっぱ筋トレ的にも OK な。いや、最高ですね。こんなにたくさん食べてこんな炭水化物だけって素晴らしい。うん、ありがとうございます。素晴らしいんだ、やっぱり。石田さんも勉強する。私も勉強になっちゃって、はい、お供に、うん、じゃあちょっと本田さんも行きますか、はい、私レモンソーダっていうちょっとラミスみたいなやつです、はい、いいですね、可愛い色だ。なんだろう、なんかボールみたいな、ね、すごいですね、それ。なんだろう、一緒に食べたいな。これ何なんでしょうね。これはちょっと私もですね、食べることないので。この味は、これお子さんとかも絶対喜びますよね。いろいろ入ってるし、わたあめが手で食べれるっていう嬉しさもあるし。食べるの初めてです、うんうん、じゃあちょっと本田さん食べちゃってください、はい、いただきます。うん、うん、レモンソーダ、いや、あ、そのまま。あ、うん、美味しい。なんかあんまりそんな甘くなくて。あ、そうですよね、本当に酸味が爽やか、うん、これはいけます。美味しい。あ、いいですね。ちょっとやっぱ、そうなんです。やっぱ映えだけじゃなくて、やっぱ味もこんだけね、うん、ちゃんと評価されてる。石田さん、これどうですか、やっぱり。やっぱあの甘さが控えめっていうのをポイントとしておっしゃっていたんですけど、まさにそこで、うん、これって結構お値段の割にかなりボリューミーなんですよ。これいくらなんですか。これがですね、だいたい300円から400円。安い。縁日で買ったら結構しますよね。そうですね、うん、お得。
でこれギュッて詰まってるので、うん、実際出していただくとものすごい量、うん、すごいぎっしり詰まってる。これがあの、うん、甘すぎるとですねやっぱり途中で飽きちゃうんですけれども、そうかも、うん、これはすっきりとした甘さなので、うん、ずっと楽しめるっていうのがポイントの一つですね。ちゃんと考えられてるんだな。これちなみに、うん、この自動販売機はどこに設置されてるんですか？あのですね、都内だと下北沢とかあと吉祥寺、うん、あとその他の場所にも置いてあるんですが、あと東北だと宮城県の仙台、あとは沖縄にも置かれてると。沖縄にも裏々、皆様もぜひちょっと探していただければというふうに思っています。いいですね、はい、これはちょっとね、近所の方はぜひチェックしていただきたいなと、うん、はい、僕も食べたかったんですけど、なぜね二人だけに食べたという。でも調子力ありますよ。いやいや大丈夫です。そう、はい、大丈夫です。さあということで、こちらまずわたあめ食べましたけど、うん、これが一つ目です。二、うん、つ目おすすめ自動販売機なんでしょう。はい、じゃあちょっとまたガラッと変わってですね、はい、続いてこちらでございます。おほう、トリュフ製品の自動販売機と。トリュフ製品どういうことだろう。はい、これですね、まあ、これもポイント3点ございますけれども、皆様ご存知高級食材トリュフです、うん、はい、これを使用したトリュフ塩とかトリュフバターとか、バター、まあ、そういった製品が買えるですね、もう超贅沢な。本当にあのトリュフなんだ。そうなんです、はい、買えるんだ。そうなんです、うん、これ多分今日本で一番贅沢なんじゃないかって言われるぐらいの自動販売機でございます。うん、はい、で2つ目なんですけど、はいはい、ちょっとですねこちらをご覧いただきたくて、うんうん、これ何ですか。これがですねその実際の自動販売機、めっちゃ最新っぽい、うん、パネルみたいな、これなんですね、あの自動販売機の上この黒い機械をちょっとご覧いただきたいんですけど、これですね実は買った瞬間にここからトリュフの香りが噴出されて、何それ激レア機能付き。何それ匂いも出すんだ。匂いも出してくれるという。すごい、嗅ぎたい。これめちゃくちゃレアな。買わないと嗅がしてくれない。買わないと嗅がせてくれません。ちゃんとして購入した方の特典でございます。わー、そうなんだ。買う前にも嗅ぎたいな。そうですね、たまにありますよね、焼き鳥屋とかの、ダクトからみたいな、はい、あんな感じじゃなくて買った人にだけ、買った人だけの特別に匂いが楽しめると。そして3点目がですね、はい、これもう見た目なんですけれども、うん、見てください、このまるで美術館で絵画を見てるかのようなですね、見た目。いや確かに見た目綺麗、めちゃくちゃ綺麗で、もうこの洗練されたこの、フォルム、うん、これはもうこれだけですよと。あ、そう、なるほど、見まして、そうか、高級だからこそやっぱり佇まいもちゃんと高級で、あ、食べたいな。そうでございます、うん、というのがこのトリュフの自動販売機の特徴ですね。わー、お腹空いた。いいですね。いいの。ちょっとこれどうですか、青木さん、こちらの自動販売機見てみて。いや、またちょっと筋肉の話になっちゃうんですけど、はい、筋肉の話だ。また筋肉の話だ。トリュフ塩を使ってる筋トレやってる人すごい多くて、僕も欲しいなって思ってたら、めちゃめちゃタイムリーすぎて、どこにあるのかめっちゃ聞きたいです今。場所、場所なんですけど、これ東京の渋谷にございまして、渋谷にあるんだ。渋谷のですね、あの青山学院大学っていう場所があるんですけど、そこの向かいにございます。行きたい、はい、でも高級食材ってことは結構高いんですか。これはですね、結構お値段、まあ、2000円とか3000円、その程度するんですけれども、トリュフですもんね。そうですね、そうか、でもやっぱりね、トリュフ風じゃなくてちゃんと、そうですよ ね、しっかりしたものを使ってるっていう値段ですから、はい、これ食べたくなったんじゃないですか、お二人。食べたい。でもわたあめの次は、ね、しょっぱいもの、しょっぱいのいいですね。そうですよね、楽しみです、はい、こちら試食ございません。あー、許せないだ、はい、どうして、なんでなの。高価だからです。あー、ちょっと2000円出すから欲しかったな。確かに、深井さん買ってきてくれます。いやいや、なんで俺がパシリになるんですか。なんで俺買いに行くんですか。いや、これはね、ちょっと実際ね、うん、お二人も見てる方も足を運んでいただいて、そうですね、香りもね、香りを嗅いでいただいて、それは体験したい、その場で、それはそうかも、ね、チェックしていただければと思います。はい、さあ、そして石田さん、3つ目の最後ですね、はい、おすすめの自動販売機を教えてください、はい、一番最後はですね、こちらドンということで、うん、秘密な焼き芋の自動販売機でございますよ。秘密とは、秘密な焼き芋、はい、これはですね、ちょっとね、なんかこれだけでもどういうことだってなりますか、まあ、そもそもですね、この焼き芋ってやっぱりあったかい食べ物で、冬に食べる食べ物だというイメージがあるんですけれども、ポイントの一つ目、これ冷たい焼き芋というですね、新感覚のスイーツでございます。冷たいんだ。冷たいんです。これ冷凍の自動販売機でございます。でですね、これポイントの二つ目、
これお芋本来の甘みを生かしているので砂糖とか蜂蜜一切使ってないんですね。ちょっと聞いてみましょう。こちらどうですか大木さん。いやこれがですね、はい、筋トレする人はマジでみんなさつまいも食うんですよ、筋トレ、はい、筋トレだけじゃなくて結構韓国のアイドルさんとかも、うん、こう減量するために食ってるのが大体焼き芋、そうなんだ。だからめちゃくちゃ減量したい方にもおすすめなんです。しかも冷えてるといいんですよ。そうなんですか。そう冷えてる方がいいんです。筋肉アニメなんかね、はい、ちょっと待ってください。筋肉を筋肉をさまようんでしたっけ。違います。迷宮かな。迷宮だ。迷宮かな、うん、いやすごい。でもこうやってねやっぱり今その辺もね、はい、気にしがちですけれども、うん、そこもクリアしながらということで、うん、女性にも大人気。そしてそうでございます、うん、それでですね一番最後のポイントが、うん、もうこれこの画像で皆さん気になってるかなと思うんですけども、はいはい、なんとですね専属アイドルインフルエンサーのイモガールというのがですね、イモガール皆様お出迎えしてくれるという。どういうことですか。どういう意味なんですか。状況下でとかそういうことじゃない。いやそういうことじゃない。芋っぽいねじゃない。芋ガールじゃない。秘密な焼き芋宣伝してくれる。可愛らしい皆様。あら。この冷たい焼き芋をおすすめしてくれるんだ。そうでございます。すごいですね。はい、これはどういうことですか。買うとつまりなんかこう電子パネルに女性アイドルちゃんたちが出てくるってことですか。ちょっとそういうわけではないんですけど。あ、違う違う。これが実際の自動販売機。何これ。すごい。ございまして、まあ、こんな感じでですね全面に、まあ、いろんな焼き芋だしとか、すごい、まあ、芋ガールの方ですか。ここに写ってるのが芋ガールだ。そうでございます。いる。本当だ。かわいいですね。かわいい、うん、へえ。こんな感じで非常に気合いの入った自動販売機、いろんな種類あるんですね。なんか色もねやっぱさつまいもっぽい感じの色使いですし、へえ、あ、それでも種類も何種類かあって、うん、はい、うん、先ほど申し上げた焼き芋だけではなくて、うん、まあ干し芋ですとか、うわ、あと芋のアイスですね、こういったものも一緒に売られています。おお、いいですね。めっちゃいいな。どうですかこれ、食べたくなってません。食べたい。けどさっきの流れなんかないんじゃないんですか。こちら、うん、試食、うん、ございます。やったー。そうなんです、そうなんです。はい、ちゃんとね青木さんと本田さんの分用意しております。ほんとだ、冷えてる。あ、冷たい。キンキンだ。そうなん、え、不思議。冷めたさつまいもこの芋を食べなかなかないですよね。全然なくて、うんうん、だからそうですね、食べたことないようなこのイメージの、うん、うん、お、あ、でも書いてある。あ、こんな感じになってるんだ。秘密な焼き芋。あ、長持ちします、うん、あ、日にちがね、冷凍だからだ、はい、そうですね、うん、美味しそうだな。このパックの状態で出てくるんですかね。そうです。ありがたい。もう丸々1本ですね。そうなんですよ、うん、ちょっとうわ感想聞きたい、ね、あ、脂質やっぱ少ないですね。そうなんですよ。成分表ええねん。脂質を削るアニメじゃないからいいの。今日この前にトレーニングしてるんでめっちゃ嬉しいです。かっこいい。トレーニングしてたんだ。さあちょっと青木さん割っちゃってみて。うわ待って、わー、美味しそう。超うまそう。色綺麗、やばいですね。いいな。これはなんか有名な、これはですね、あの紅はるかっていう有名な品種を使っておりまして、通常の焼き芋をですね3倍の時間をかけて熟成させているっていう白物です。待って、どうですか青木さん。溶けました。溶ける。繊維が全然ないです。普通なんかちょっとね筋張った感じもあったりするんですけど、うん、僕ぶっちゃけ今親知らずを抜いたばっかで全然固形物が食えないんですけど、青木さん後情報が多すぎますよ。ちょっと何なんですか、トレーニングして先に教えてくださいよ。親知らずを抜いた人でも食える。聞いたことないアピールだわ。めっちゃ溶ける。すごいですよこれ。これから抜く人もぜひお食べください。いやあんまないんだ、はい、あんまそんな人いないんだよ。わー柔らかい。冷凍なのに柔らかいっていう感覚はあんま分かんないですけど、どうやってるんだろう。いただきます。ちょっと、はい、あ、やばいですよね。あ、お、あ、溶けた。やっぱそうなんだ。噛まなくていいですよね。私噛む暇がなかった、うん、マジで溶ける。自然と溶ける。え、わ、面白い。新食感だな。これまさに新食感、新感覚、うん、新感覚、うん、冷たいからなんか食べるときに食ってなんか、ね、言いますよね。シャーベットみたいな。そうそうそう、そうなんですよね。うまっ。面白い。これ夏最高です。まさにこれからの季節にぴったり。これからほんまや食べてほしい。寒い時期はこれ別にもう一回温めて食べていただいても。あ、そうすればいいんだ。それもできるのか。私のおすすめは温めた上で、うん、バニラアイスを乗っけて食べると。最高だ。最高ですね。最高だ。絶対うまいやつだそれ。合うだろうな。ちょっと待ってください。これ買いたくなってるけど、これどこにあるんですか。これはですね、あの渋谷と池袋に。渋谷か。あとはですね、うん、実はこの7月から新宿と広尾にも設置されてます。
という情報を仕入れました。拡大してる。いや、どん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 都内4カ所にございます。これ秘密の焼き芋ブーム来るんじゃないですか。これは来ると思います。来ると思います。めちゃくちゃうまい。僕常に干し芋持ち歩いてるんで、今度からこれにします。後情報何なんですか。気になる。そう、もう今日情報が多すぎて四季さんについてもっと知らないこれ買う、絶対買う。いいですね、うんうん、ちょっとちょっとこれもうすべて3つおすすめ、うん、最高でしたけど、これまだ実は石田さん的にはおすすめがあるんですよね。そうなんですよ、うん、これはですね、まだまだちょっとまだ3つっていうのはほんと一握りというか一つまみでございますので、うんうんうん、これ知りたい方はどうすればいいんですか。これですね、私あのツイッターのアカウントで自動販売機の情報を発信しておりますので、うんうんうん、そちらをフォローしていただけると、まあ、こういった珍しい自動販売機の情報がリアルタイムで入ってくるんです。おー、すげえ。ということでございます、うん、ぜひフォローしてください。石田さんの名前で検索したら出てくるんですか。はい、自動販売機マニアかっこ石田健三郎という名前で。あ、自動販売機マニアが先に来てんだ。なぜかお名前より先にあ、じゃあ調べやすいですね。ちょっと僕もフォローさせていただきます、ね、はい、ぜひぜひよろしくお願いします、うん、はい、さあということでございまして、こちら石田さんおすすめの自動販売機紹介してき、ましたが、なんとですね、こちらアニメ俺自販機も自動販売機とコラボしております。 JR 大森駅前にあるこちらフローズン24マートですかね。そうですね、はい、大森店、こちら8個のラッピングをした冷凍自動販売機がございます、うん、はい、見てください。キャラクター缶バッチ付きのコラボ商品や8個のおすすめ、鶏の香りとコクが効いた淡麗鶏醤油ラーメンをご購入いただけます。いや、このコラボは嬉しいんじゃないですか。これ本当発表された時待ってましたっていう、うん、もうやっぱ自動販売機とかとコラボしてほしいなってやっぱ思う作品だったので早かったですね。本当に嬉しくて。すごい。見た目がちゃんと8個ですもんね。そう、あの見た目良かったですよね、うん、すごい、うん、でまあ本当にね、うん、いっぱいこれも聖地になっていくんでしょうけれども、あってほしい、はい、ぜひ早めにね足を運んでいただいて、それこそツイッターなんかにね、うん、はい、写真撮ってあげていただきたいなと思います、うん、大森の方でございます。足を運んでください、お願いします。続いてはこんなコーナーに行きましょう。プレゼント企画、俺自販機オリジナル自動販売機を作ろう。いや、ありがとうございます。さあ、うん、私の右に何かありますよね。何か来た。そうなんです、こちらですね、過去販売されておりました俺の自販機というものなんでございます。ほう、はい、こちらなんとですね350ミリリットル缶の飲み物が5種類2本ずつ入って、オリジナルの自動販売機を自分の部屋に設置できるとい う、憧れのやつですよね。石田さんからしてもこれ、まあ、当然ご存知ですよね。これ存在は知ってたんですけども、うん、ちょっとですねまだ買えてないんです。というのもですね、これ SNS ですごいバズって、うん、もう今売り切れ状態ということで、今手に入らないもの。そうなんですね。めっちゃレアなんですね。めちゃめちゃレアです、ね、うん、いいな。めちゃくちゃレアなものがあって、おそらくね多分この収録終わって、うん、石田さんは何としてでもこれ手に入れたいと。そうですね、掛け合ってみたい。いやいや、でもそれぐらいレアなもんなんですけども、うん、今回、スタッフさんが厳選した現在販売中の350ミリリットル缶のジュースを20種類こちらすごいぞこれは。はい、こちらの中からお二人にはですね、この俺自販機に入れたいものを2種類ずつ選んでいただきたいと思っております。はい、1種類は事前に自動販売機発行役福山潤さんがもう選んでくださっております。はい、そして福山さん、本田さん、青木さんのセレクションの5種類2本ずつの俺自販機オリジナル自動販売機をなんと1名様にプレゼントしちゃおうという企画です。そうです。石田さんも手に入れてないもんプレゼントだ。そうなんです。これをこのままでしょ、だって羨ましいよ、いいぜひね、ちょっと本当に石田さんも投票してると思います、ね、私投票しちゃうかも、はい、さあそれではですね、まず福山さんが選んだの何か発表いたします、うん、福山さんが選んだのはチュッパチャップスグレープでございます。あ、こちらですね。そう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 、これだ、うん、すごい、チュッパのジュースがあるんですね。そう、まずそれをね知らないんで、ね、うん、いや色味もめちゃくちゃ綺麗ですけどね、うんうん、めっちゃ目を引く、はい、うん、
そうですね、本田さんが持ったらなんか今日の服と合って確かにイメージがある感すごいですね。めちゃくちゃ合ってる。飲んでみてください。いやいやいいありがとうございます、はい、チュパガールやらなくていいチュパガールか芋ガールみたいな。芋ガールみたいな、ね、はい、はい、さあということで福山さんがなぜ選んでくださったのかこちらいただいております。どのジャンルにも一定数ファンがいるものです、うん、そういう中で扱いが尖っていればいるほどそのファンは通うし買うのです。横に並ぶ中に尖りが見えるからこそそれは燦然と輝くのです、うん、というね、すごいなんか深い、こんなポエミーな紹介あります福山さんちゃんと教えてって説明がかっこよすぎんだから。かっこよい、はい、ねえ、これどうでしょう、うん、青木さん本田さんこちら飲んだことってあります？いやないです、ね、ないです、うん、初めてなんなら見ました、うん、存在するんですね、うん、そう、それも驚きなんですけど、うんうん、じゃあちょっとせっかくなんで、うん、またちょっと一口いただいてみて、うんうん、やったー、うん、いただきたい。すごい未知ですね。開けますね。そう、チュパチャップスの味なのか、うん、それもわかんない。でも成分ですね。プシュって言ってた。成分表見ますか。はい、いやいい、なんで成分表見せるターンあんねん。ああこれはですね、あ、脂質ゼロ最高です。最高、最高です。いただきました。何なんだろうな脂質ゼロって。じゃあお、ね、ありがとうございます。あ、すごい。あ、全然もうこのぐらいで。このぐらい、はい。なんか家飲みみたいでいいです。あ、すいません、手着させてしまって。お酒みたい。あ、色見せてください。すごい綺麗。すごい。めちゃくちゃ綺麗な。紫鮮やかな、美味しそう、うん、ね、ちょっと飲んじゃってみてくださいよ、うん、いただきます。美味しい。もう匂いがすごいチュッパですね、まず。へえ、チュッパチャップス本当に溶かしただけのような、ね、なんかそんな感じのそんな感じの味ですよね。まるで、うん、あ、それぐらいもう再現できてるんだ。出来切ってますね、うん、美味しいよ。へえ、しかも炭酸だ、はいはいはい、うん、すごいいいですね、うん、この夏にぴったり、うん、爽やか、はい、皆さんもぜひチュパガール出てくなチュパガールよ、出さないでいや、いいですね。これをまず福山さん入れてくれたので、うんうん、これこうなると、うんうん、後の4種類、これをお二人2つずつ選んでいただく、はい、お、2つ選んでいいんですか、はい、悩みます。これもみんなのもあればその場で試飲もできますし、やったー、っ選んじゃってください。いっぱいありますよね、石田さん。そうですね、これだけ種類があるとちょっと迷っちゃうんですけれども、うん、普段自動販売機で、まあ、目にするものもあれば、うん、なかなか目にしないレアなものもあるので。そうですね、早いです。青木さん選ぶの早い。なんだ。いや、僕このチュッパのいちごミルクがもともと大好きで、味として。そうなんです。でもこれだとね、尖ったものが輝くっておっしゃってたのに同じ系統選んだらちょっと尖れないなと思って悩んでおります。全部尖って全体的に丸み帯びるみたいなねそうそうそう。でもちょっといいんじゃないですか、好きなもんですから、うん、そう、ちょっと試飲したいし、よかったら私も飲みたい。あ、ぜひぜひ。いいですか。 ありがとうございます。いいですね、嬉しいお疲れ様です。それ何の2回ずつ乾杯の感じ、うん、どうなんだ。あ、これも炭酸なんだ、うん、炭酸なんですか。いちごミルクなんですけど、うん、炭酸ってなんかちょっと意外ですね。確かに確かに珍しい、うん、どうですか。でも匂いはまんまチュッパ、うん、またかって話なんですけど、はい、いやでも正直ここまで香りきますよ。そうですね、だいぶ強いいい香りが、うん、はい、めっちゃいちごですね、すごい、うん、おお、チュッパ好きの方からのお墨付きですよ、これはね、はい、ちょっとこれはだいぶ候補に上がるかもですね。うわー、悩むなー。いや、初めて見るやつが私結構多い気がしますよ、これ。よく見るやつでもなんか味違うのとかありますよね。なんならちょっとこれアクエリアスなんですけど、スパークリングだ。炭酸だ。うん、炭酸いいですね。どういうこと？え、なんですか、石田さん急に。びっくりした。すごいな。石田さん教えてください。実はあの自動販売機で期間限定で売られてる。期間限定ちょっとずるいな、弱いよ。でもご想像の通り、あのアクエリアスがですね、炭酸飲料としてこう出てきたと。気になるな。すごい。この夏ぴったりの商品なんですね。クエン酸すごい入ってます。お、いいですね。いや、いいんですよ、疲労回復にいいんです。しかも僕3ヶ月ぶりに炭酸のジュース飲んだんで、そうです、めちゃくちゃ今超美味しく感じる。どれ飲んでも美味しい。こんなに後情報が多いな。ちょっと待って、これ僕俺自販機の情報言いたいのに筋肉の情報になっちゃう。じゃあちょっとそのスパークリングも飲んでみますか。飲んでみますか。どうしよう、2つずつしか選べないって結構悩みますよね、はい、そうですよね。もうあとは色味とかそんなん想像しながらっていうのあるかもね。さあ、私ちょっとじゃあいただきますね、はい、
うん、あ、アクエリアス。あ、でも炭酸。でも炭酸でクエン酸だからかちょっとレモン的な味が。そうなんですよ、ちょっとこう酸っぱさがあって、うん、いいですね、めっちゃ飲みやすい。夏バテしててもごくごく。あ、確かに夏にいいな。これ結構ファンの方が多い飲み物ですね。あ、いいな、それもいいですね、夏迎えるんだったら。これもいいな。そして青木さんが今飲んでるのは何を、なんだそれは。なんかすごい気になってた、マンゴーミルクって書いてあったの。マンゴーミルク、これは炭酸じゃないやつ。おー、マンゴーミルクジュースって聞いたことないですね。美味しそうだな。でも美味しそう。美味しい、うんうん、なんか、なんでしょう、甘すぎないですごいすっきりしてて、はい、めっちゃ飲みやすいですね。あ、いいな、それで甘すぎないのもいいですね。うん、なんか結構甘ったるそうですけどね、マンゴーミルクって言ったら。でもめちゃくちゃすっきりしてる、うん、わ、どうしよう、いいな、どうしよう、どれ飲んでも美味しい。そう、だからもう色味とかも考えながらもありますよね。あー、確かに。まずこれはもうあるんですもんね、すごいとインパクトが強い、うん、パッとしてて、うん、ちょっと見た目で言うと、私いいですか、見た目で言うと。あー、やっぱなんかこのコカ・コーラ感っていうのが、うん、これがすごくパッと見でいいですね。赤入れときたいなっていうの。確かに言わずもがな、うん、はい、やっぱりね、うん、まあまあど真ん中王道っていう感じですね。いいです、これ私入れたいな。ちょっとコカコーラいいですか。あ、もちろんです。あ、もう本田さんはコカコーラ。はい、もう、はい。じゃあ青木さんは、あ、でもまあ他悩むんですけど、気になるのありますよね。ちょっと変わり種に行きたいので、はい、うん、とりあえず今美味しかったからこいつ行きたいんです。いいですね、黄色だ、うん、黄色いいですね、いいですね、うん、うわ、カラフルになってきましたよ。だいぶ賑やかですね。うわ、気に、あ、なんか青木さんの方にやると、あのタピオカみたいなやつ。あ、これですか。ええ、確かになんか絵柄はすごいタピオカですね。クラシックバブルティーって書いてあるんですけど。クラシックバブルティー、クラシック、初めて聞く名前です。そうですね、ちょっと私も初めて見ました、ね、でもタピオカ入りミルクティーって書いてあります。おー、ミルクティーなんだ。ってこと入ってるって。すげえ、気になる、私飲みたい、はい、飲んでみます。これ振った方がいいのかな、やっぱり。確かに炭酸だったらあれですけど。いやいや、ないでしょタピオカミルクティー炭酸大丈夫か。急にプシャーってタピオカ出てこないから。気になる、気になるの。あんまり噛んで見たことない。見たことないです。青木、青木粗相しました、これ。 なんだと。タピオカが出てくるか分かんない開け方しちゃった。タピオカ出ないかも。いやいや、ちょっと入れてみないと分かんないですから。あ、すいません、よろしいですか。あ、ありがとう。あ、おっとっと、タピオカ出てこない。あ、おっとっと、あ、タピオカ出ず、来ないですね。ちょっとタピオカ出ず、綺麗に開かなかったですね。いやいや、これタピオカ入ってるですもんね。いや、多分入ってますから。タピオカ入りって書いてあるんで。そう、もうミルクティーだけの味で勝負だ、一旦ね。いただきます。おいしい、おいしい。ミルクティー大好きなんですけど、これめっちゃおいしいです。でもこれでタピオカが入ってるんですよ。タピオカ飲みたい、飲みたいですね。ね、タピオカは見れなかったわけですけれど、はい、でもこれいいな。悩みますよね、どうしよう。青木はちょっともう決めました。あ、青木さん決めました。もう一本は、はい、どちらでしょうかな。これ見たことないんですけど、うん、糖や脂肪の吸収を抑えますって書いてある。筋トレ、全部筋トレだ。全部筋トレ。これすごい気になる。このファンケルさんとキリンのなんかコラボ商品っぽいんですけど。本当だ。これめちゃなんか体に良さそうだなと思って。そうなんですよ。いいですね。これもカロリミットって言ってですね。あ、そうですよね、書いてある。最近よく売られてる。本当だ。こちらもぜひ飲んでいただいて。味が気になる。リンゴ。健康にいいけど味がっていうのはありますよね。そうなんです。そうなんだろうと思うんですけど。あ、ほんま地味にカロリーゼロって書いてある。すごい。素敵。これもまさに健康志向の方にぴったりの。僕も飲めるやつ。飲み物でございます。そうですね。いただきます。どうぞどうぞ飲みください。色は透明、綺麗な感じ。うんうん、綺麗だ。どうでしょう。カロリーミット。あ、めちゃくちゃ今まで飲んだ中で。うん、一番甘い。甘いんだ。そうなん。一番甘いけどでもカロリーはゼロなんですね。うん、そうだ。白いチュッパチャパスより甘いだった。甘い。すげえ。うん。ちょっとびっくりしました今。美味しい、美味しい。いいなぁ。味はでもすごい爽やかなリンゴジュースですね。うん、爽やかで甘くて美味しい。美味しい。最高だ。最高。青木さんのために置いてるみたいな。うん。うまい。すごいなぁ。これはもうそろそろ決めなくて。そろそろ。じゃないですか。うわー、ちょっと飲んだ中でこの2つが今バチバチです。お、はい、ちょっと味としては全然違うんですけど、うん、アクエリアスとこうタピオカ、うん、どっちもでも珍しいですもんね。そうですね、うん、どっちがいいですか向井さん。俺は飲んでないからわからない。まあそうっすよね、うん、
でもまあまあまあ赤選んでるから青が合うんじゃない、はい、あ確かに色のバランス的にも、うん、ほな青だな、いいんじゃない本堂決めました。はい、はい、本堂さんはアクエリアスのスパークリングとこちらのコカ・コーラにします、うん、選ばれました、はい、ありがとうございます、うんうん、ありがとうございます、ねまあ、理由はねあれこれ言ってたんで、はい、その理由でございます。そうでございます。さあそして青木さんは、はい、僕は先ほど試食じゃない試飲したこちらのマンゴーミルクジュースとこちらのリンゴ炭酸のジュースですね、うん、こちらの2つにします。いや素晴らしい、いいですね、いいバランスがすごくいい、美味しかった。これトータルでいうと色味も綺麗になったんじゃない。そうですね、うん、綺麗に分かれます、映えそうですね、うんいいですね、まあ、それぞれの理由があるからこそ俺自販機ということですからね。そうですね、素晴らしい5種類集めました、うん、さあこちらオリジナル自動販売機は、はい、チュパチャップスグレープとはい、そしてコカ・コーラ、はい、コカ・コーラ、そしてアクエリアススパークリング、はいはい、そしてマンゴーミルクジュース、うん、そしてカロリミットの炭酸リンゴジュースに決定でございます。はい、そうです。さあ皆さんこれ欲しいんじゃないですかと、うん、ことでゲットする応募方法を本堂さんお願いします。はい、こちら俺自販機公式ツイッターをフォローいただき、かつ6月28日の放送直前プレゼント企画第2弾のツイートをリツイートしていただいたら応募完了でございます。簡単ですね。ただしこちら応募期間が本日7月5日の23時59分まででございますので、まだ応募されていない方はお急ぎください。うん、もうすぐですね、はい、もうすぐでございますから、そうですよ、はい、皆さんぜひお願いします、はい、世界にたった一つだけのアニメ俺自販機オリジナル自動販売機ふるってご応募いただければと思います。ということでなんとですね、放送直前特番お別れの時間になりました。本当に美味しい思いをですね、お別れになるんですか、うん、アニメの話全然しないですけどただ大丈夫かな話を、はい、そうですね、なんか漠然とした不安がこれでいいのかあるかもしれませんよね、はい、いやそりゃそうです、確かにね、さすがにこれでは終われない、うん、ということでこちらテレビアニメ自動販売機に生まれ変わった俺は迷宮をさまようの紹介の方をお願いしたいと思います。はい、交通事故に巻き込まれた俺が転生したのはなんと自動販売機だった。白い四角形の体に出てくる言葉は機械音声のみ、自力では動けず会話もまともにできない危機的状況の中、元自販機マニアとしての熱いサービス精神に火がつく。志田さん見なくていいコーラ、おでん、カップ麺、異世界住人の胃袋をつかむうちに豊富な知識と奇抜なアイデアで冒険にも参加することに。前代未聞、無機物が主人公が送るあったかい自販機アニメが爆誕です。原作は小説投稿サイト小説家になろうにて連載されたひるくま先生の大人気作品、2023年7月5日水曜日より東京 MX、BS 日テレ他にて放送開始いたします。また D アニメストア他にも配信スタートです。ありがとうございました。さあこちらひるくま先生の原作小説の方ですけれども、新装版1巻が好評発売中となっております。コミックウォーカーで連載中のコミカライズ版は現在2巻まで発売中、こちらも合わせてご注目ください。はい、はい、ということで、ここに最後に思いっきり情報詰めましたね、うん、だいぶ詰まってたし割と情報ありましたよねそうそう、いろいろあるのよ。そうですね、ここをもうちょっとね喋るべきじゃないかとかもあるんですけど、自販機の素晴らしさを伝えるために、はい、ありました。もうすぐ始まります、はい、もう数分ですか、ね、そうですよ、すごい。じゃあちょっと今からね、はい、こちら第1話を見ていただく皆さんにもメッセージの方を一人ずついただきたいと思います。青木さんお願いします。はい、この後すぐ放送開始のこのアニメなんですけれども、そうですね、自販機が主人公って一体どうなるんだって皆さんもまだ頭の中ねハテナがいっぱいだと思うんですけれども、皆さんが多分想像する以上に斬新な内容だったりとか斬新なアイテムがたくさん登場するんですよ。だからそういうところもねワクワクしながら、皆さんと一緒に僕もねワクワクしながら見ていきたいと思いますので、お楽しみにご期待ください。ありがとうございます。
さあそして本田さんお願いします。はい、皆さん改めてラミス役の本田楓です。そうですね、もうついに始まりますこのアニメが、皆さんの反応がすごく楽しみなので、見ながら皆さんのこう実況とか感想とかハッシュタグちょっと追いかけてみようかななんて思ってるので、たくさんつぶやいてみてください。本当にハッコンとラミスの出会いっていうのは偶然のようで必然だったなっていう、そんな2人の、2人以外もですけども成長物語ともなっております。そして自動販売機ってこんなにいろんな種類があるんだなという学びにもなって、きっとご覧いただいた後には皆さん自動販売機のことちょっと目で追いかけてしまうんじゃないかという作品でございます。ぜひ第1話ご覧ください。よろしくお願いいたします。ありがとうございました。ありがとうございました。さあそして、このお二人の後に信じれないかもしれません石田さん一言お願いします締めですね、はいはい、普段アニメご覧になる方はもちろんなんですけれども、私のようにですね自動販売機好きの方ももう十二分に楽しめる内容となっておりますので、皆様もぜひご覧ください。ありがとうございます。締めていただいた、めちゃくちゃちゃんとした締めの言葉だ綺麗にしました。とんでもないです、はい、いや素晴らしい、ありがとうございました、はい、さあそれでは最後に本田さん大木さんお願いします。はい、テレビアニメ自動販売機に生まれ変わった俺は迷宮をさまよう、この後より、22時より放送開始です。はい、前代未聞無機質な主人公が送るあったかい自販機アニメ絶対見てください、うん、せーのバイバーイ。